はい、でも聞く本です。今回のテーマは行動経済学のポイントを抑える。ご紹介する本は予想通りに不合理、ダン・アリエリー。今回の収録で学べること、あ、なんでこんな決断しちゃったんだろう、いやもう後悔しかねえわ、日常生活で使える行動経済学の5つのポイント、これが学べます。今回こんな方におすすめ。自分のこれまでの失敗が何で起こったのか振り返りたい、売上をアップさせたい、仕事で成功したい、こんな方におすすめです。それでは早速参りましょう。予想通りに不合理。この本はどんな本なのか、こんな本です。人はなぜ分かっているのに同じ過ちを繰り返してしまうのか、不合理な選択をしてしまうのか、これが分かる本です。大ベストセラーになっています。もう行動経済学の中でも大ベストセラーです。分かりやすい本。はい、例えばこんな経験ないでしょうか。ダイエットするって心に誓ったのに、コンビニスイーツ、ファミチキつい食べちゃう。テスト前に早起きして勉強すると決めたのに、二度寝、もうずずっと二度寝しちゃう。こんな経験ありませんでしょうか。こんなこの不思議っていうのを構造経済学の実験で15テーマ扱ってるのがこの本、予想通りに不合理になっています。もうちょっとね、内容濃すぎて全部紹介するのは厳しいので、これ日常生活でも使える、あなたが間違ってしまう5つのテーマ、あなたの選択に与える、そして間違う、この強大な力、これについてご紹介していきます。それでは早速参りましょう。あなたの選択に影響を与える5つの力。1つ目、無料が持つ力。はい、無料、みんな大好き。私も無料大好きです。サービスね、無料サービス。私たちはこの無料っていう力にめちゃくちゃ弱いですよね。で、1円っていうのと無料の差っていうのは、これものすごく大きいわけです。この本の中で面白い実験が載っていました。どんな実験かっていうと、公共の建物でテーブルを出して、リンツのトリュフチョコ、リンツ皆さんご存知でしょうか。丸いね、トリュフチョコ、アウトレットとかでも今売ってたり、デパ地下に入ってたりするんですけど、そんなリンツの高級チョコレートと、ハーシーのキスチョコ。ハーシーのキスチョコはね、カルディとかでも売ってる、なんかスライムみたいな形したちっこいチョコレート、これもね、まあ甘くてちょっとチープな感じで、これはこれでうまいっていうのがあるんですけど、これをお一人様一つまでって書いて販売したんです。で、リンツの高い方を定価のこれ半額、15セントキスチョコは1セントに設定した時に、これ皆さんだったらどっち買いますか。これね、半額の高級チョコ、リンツいいですよね。 73% のお客さんはリンツのトリュフチョコを手に取りました。はい、ここからが実験。ここでいよいよこの無料実験です。今度はトリュフを、これを1セント安くして14セント、そしてキスチョコの方を無料で提供したんですね。キスチョコを無料、キスチョコは最初1セントだったんですけど、これを無料にしたんです。これ変わってるのは両方とも1セント値引きしたっていうことですよね。しかしキスチョコは1セントから無料になったんです。この結果、なんとキスチョコが大人気になったんですね。なんと 69% のお客さんが無料の方のキスチョコを選びました。そしてこれ絶対的にこのトリュフチョコ、リンツの方が半額以下ですし安いわけです。けどそのチャンスを棒に振りました。で、なんでこんなに無料ってなると違うのか、これ人間が失うことを本質的に恐れてるからなのではないかっていうふうに著者は言っています。普通物事にはメリットデメリット必ずありますよね。どんな行動をするにしてもメリットデメリットがある。そして買い物にはコストがあります。絶対お金を払って買い物する。だけどこの無料っていうのはこのコストがないわけですよね。目に見えて何かを失う必要が、心配がない。だから無料っていうのにみんなが飛びつくわけですよね。あ、無料だったら別にもらうだけで別に何の痛みもないな、だったら別にもらっちゃおうかな、無料いいじゃん、すげえいいじゃんって思うわけです。だからこそこの影響というかね、この力から学べることっていうのは、何かを売りたければどこか一部を無料にするように価格設定しなさいっていうことですね。例えばちょっと懐かしくなっちゃいますけど、タピオカ流行りましたよね。タピオカ流行った。で、このタピオカをあなたがタピオカ屋さんだとして売りたいとしたら、元々のタピオカドリンクの価格を安く設定するのではなくて、もうちょっと価格に上乗せして高くした上でトッピング2つ無料とかにした方が売れるんですね。トッピング何がいいかな、なんかいろいろありましたよね。キャラメルソースとか戦争ゼリーとか、
あとなんだろう、なんかいろいろトッピングあるじゃないですか、生クリーム増量とかね、そういうトッピング2つ無料とかっていうふうに、無料っていうのをどこかで組み込むことによって、あ、無料だったらいいじゃんっていうふうに飛びつくわけですね。怖いですね。はい、2つ目いきましょう。2つ目、あなたに影響を与える力、高価格が持つ力です。これ逆ですね。無料とは反対、高価格、高い価格。私たちは値段が高いほどいい商品で効果があるというふうに基本的には思ってるんですね。こんなエピソードが本に載っていました。この黒真珠、普通の真珠じゃなくて黒い真珠っていうのは1970年代に出てきたんですけど、発売当初全く売れませんでした。だけど一等地にある、まあ、銀座みたいなところで、銀座の一等、銀座だとしましょう、にある店舗のショーウィンドウにこれ法外な値段をつけた黒真珠を陳列したんですね。あと高級雑誌にダイヤモンド、ルビー、エメラルドっていう風に、もうものすごい価値のあるもの、宝石と黒真珠を並べた全面広告を掲載した。そうしたら黒真珠っていうのが高価なもの、あ、これはすごいものなんだっていう風に認識されて売れるようになったっていう結果が載っていました。これね、興味深いですよね。1970年代黒真珠出てきて最初売れなかったけど、そうやって広告を打ち出したり、もう一等地に並ぶことによってすごい売れるようになった。で、まあ、ここから学べることっていうのは、高級製品として高い価格で売り出したいとしたら、これ市場も高級なライバルと肩を並べることが大事と。で、さらに権威を持ってブランディングにこだわるといいわけですね。この高級な宝石雑誌に載ることで、あ、この黒真珠ってすごいんだっていうふうに思われて、売れるっていう結果になりました。あと、こんな実験も載っていたんですよ。これも面白いです。ただのビタミン剤なんですね、本当は。で、それを片方のグループでは 2.5 ドルする痛め止めっていうふうに言って渡した。で、もう片方の方には10セントのこれは痛め止めっていうふうに言って渡した。まあこれ本当はただのビタミン剤なんです。だけどそれは痛め止めだよって言って渡した。で、そこに、でですね、電気ショックを与える実験をしたら、これ、この両方のグループで、これは 2.5 ドル高いよっていうね、1つ、まあ、300円ぐらいか、300円ぐらいの薬っていった方が痛みが和らいだ、電気ショックの痛み、この痛み止め飲んだらなかったよっていう参加者が多かったんですね。10セントの安い方だと、いや痛いよっていう風に、ね、なった。これどういうことかっていうと、まあ、いわゆるプラシーボ効果ってやつですよね。何の効果もないただのビタミン剤なんだけど、薬だよ、痛み止めだよって言って渡されると、あ、本当に効果があるっていうふうに人は思うっていう、さらに値段が高い方がその効果が高かったっていうことなんですね。面白いですよね。だからこそここから学べることっていうのは、商売するときには実際にやっぱりいい商品、効果が高い商品っていうのを高価格で売るっていうのが、これ最強っていうふうに言えるのではないでしょうか。まあ、なんでかっていうと、やっぱりね、その使っ、あ、高価格だからこれの商品はいいだろうな、まあ、例えばチーズケーキだったとしたら、高価格だったらすごい美味しいだろうなって思って買ってみたら本当に美味しかった、あ、めちゃくちゃやっぱいいな、じゃあまた買おうかなってなりますよね。で、高価格だから単価も大きい、利材も大きいっていう話ですね。で、例えばやっぱりエルメスのバッグとかね、エルメスのバッグめちゃくちゃブランドで高いですけど、やっぱり品物もいいんですよねっていうことだとか、あとは絶対美味しい千引屋のフルーツみたいな感じで、もうもともといいもの、それを高く売るっていう戦略が一番ビジネスとしてはいいビジネスっていうふうに言えると思います。また自分でこれ選ぶ場合っていうのは、プラシーボ効果っていうのがあるので、これ効果を信じた方がいいっていうのがあります。モチベーションを上げたい時っていうのは、安いものと高いもの、まあ、例えば海鮮丼、普通の海鮮丼1000円っていうのと、海鮮丼特上2000円っていうのがあったら、これプラシーボ効果がある、値段が高い方が美味しいだろうっていうのが生まれるので、これは特上を選んだ方が、あ、美味しいなってやっぱり感じるだろうし、あ、美味しかったから頑張ろうっていうふうにモチベーションも上がるっていうのがあるので、モチベーション上げたい時っていうのは高いものを選んだ方がいいっていうのがあります。まあ自己暗示っていうのですがありますよね。はい、3つ目の力いきましょう。3つ目、決意表明が持つ力です。これどういうことかっていうと、私たちは自分でこれからやることを公に決意表明すると、その通りに行動する確率が上がるっていう話ですね。本誌に載ってた実験だと、学生に最初に自分で締め切りを決めさせて、
その締め切りに合わせてレポートを提出させた場合、自分で締め切りを決めさせた場合っていうのと、先生が一方的に、じゃあ最後の授業、これが締め切りだ、みんなレポートを書いてこいよって言って、一方的に先生が決めた締め切り。この場合、どちらのグループの方が締め切りをちゃんと守って成績が高かったか、皆さんどちらだと思いますか？これ結果、自分で締め切りを決めた方がレポートを提出する確率が高く、そのグループの成績も良かったんですね。まあ、こんな風に自分で決意表明させた方が、効果があるという話です。ここら辺は影響力の武器っていうまたベストセラー、この一貫性とコミットメントっていうところが載ってるんですけど、そことリンクしていて、自分、人間っていうのは自分が言ったことは守りたい生き物なんですね。そこと被っているので、これぜひセットで読んでみてください。基本でも紹介しています。公の前で宣言させると効果が大きいので、例えばこれ、先延ばしを回避するためには決意表明なんですね。ツイッターでつぶやく、そうだな、自分は1年以内に YouTube で登録者数1000人を目指しますとかね。あと海賊王ルフィ、海賊王に俺がなるっていう決意表明、あれもそうですよね。アニメの世界でもそういうことです。まあ、そんな感じで目標だとか夢だとかっていうのは決意表明しちゃった方が、そうやって先延ばしを回避してちゃんと自分でやるっていう効果があります。はい、4つ目の力いきましょう。おとり選択肢が持つ力です。なんだそれはって思うと思うんですけど、まあ、こういうことです。人は一つの選択肢しかないと判断がつきづらいんですね。これはいいものだ悪いものだ判断がつきづらい。だけど2つから選ぶ、特に明らかにこちらの方が得っていうふうに分かる選択肢を提示すると得な方に飛びつくっていう傾向があるんです。これがおとり選択肢。例えばこんな感じ。はい、お祭りありますよね。縁日ですね。フランクフルトとか焼きそばとかヨーヨーとかね、いろんな出店出てます。でそこで、はい、フランクフルト1パック3本入り380円、超お得、おまけだよとかって出しても、それは本当に安いかどうかちょっとよく分かんないですよね。まあ安い気はしますけど、だけどここで1本これ200円っていう単品価格が提示してあったらどうでしょう。これ明らかに1本200円よりも3本で380円、めちゃくちゃ安いですよね。え、3本だったら普通に買ったら600円じゃん、それが380円って超安くねっていう風になります。これ安いと分かって、これパックの380円パックセット価格を買う人が続出する、単品で買うやつバカなんじゃねえのっていう風に思うわけですね。この場合まさにこの単品200円っていうのがおとり選択肢なわけです。これ店側からすると、実はセットで売れれば全然元が取れるんだうしっていう風に考えてる可能性があります。そこで判断がつきやすくするおとり選択肢、単品200円っていうのをポイッと入れとくんですね。そうするとみんながうわセット得じゃんって言って売れる。もうセットだけしかない場合よりも単品っていうのを高く見せてる、そこにおとり選択肢っていうのがあった方が売れるっていう、そんな力です。これねよくありますよね。もういろんなファミレスとかでもセットメニュー、ハンバーガー屋さんとかでもセットメニュー、セットメニューの方がいいんじゃないのっていう風な見せ方がされています。もうね、もうついついセットの方がお得なんじゃないのって思っちゃってそっち買っちゃうこと私もよくあります。はい、最後5つ目いきましょう。5つ目、予測の力です。これはどんな力か。人はこれから取る行動の結果を予測する生き物です。結果っていうのは実はその予測に引きずられる傾向がありますよっていう話なんですね。この本ではこんな実験が載っていました。バーで、大学にあるバーですねの中でバルサミコ酢を入れた特製ビール、ちょっとあんま美味しそうじゃないですよね。バルサミコ酢入ってんのビールに、酸っぱいのかなっていうビールと普通のクラフトビールを、最初にこれ片方はバルサミコ酢が入れてありますって言って説明して試飲してもらった場合で、どっちが美味しいですかって尋ねた場合と、これ何の説明もなしにビールを2つ、はいサービスですよって言って渡して、どっちが美味しいですかって飲んでもらった場合、これ何も説明をしなかった時の方が、バルサミコ酢入りの特製ビールを美味しいっていう人が多かったのだそうです。なんか実は美味しいのかもしれないですね。今度やってみようかなと思いましたけど、ちょっと酸味が入って美味しいのかもしれない。で、逆にこれ最初に説明をして、どっちか片方はバルサミコ酢入ってますって言った方が、これバルサミコ酢入りを
選ぶ人の方が少なかったんですね。これなんでかっていうと、バルサミコ酢入りのビールはまずいんじゃないの、まずそうだなっていう予測が働いたからなんですね。で、どっちがバルサミコ入りかっていうのが試飲で分かったから、そっちを選ぶ人が少なかったんじゃないかっていう話なんです。なかなか面白いですよね。で、これを応用すると、人はやっぱりそうやって予測をする生き物なので、レストランだったら店の雰囲気が高級そう、もう赤い絨毯が敷いてあって、もう綺麗なシャンデリアとかあって、食器も見た目もいい、美味しそうだなっていう方が、これ実際に味も高級そうに感じて美味しいなって思う傾向があると。で、さらにまあデザインとか見た目、今ね SNS 映えってありますけど、で美味しそうだなって思うと、これ美味しく感じるとかね、そういうのがあります。またよくねレストランとかでもメニューで、ただのこれは美味しいチーズっていうふうに書いてあるよりも、那須高原で育った牛のその日取れたての牛乳を原料にして町一番のチーズ職人が作ったブッラータチーズでございますって言った方が、これ後者の方が美味しくそうに感じませんか。まあ、そんな感じで、長い説明の方がなんとなく味の予測がついて、あ、美味しそうだな、それにしようっていうふうになるわけですね。だからこれ、まあよくホームページで、このブランドストーリーとかね、会社のコンセプトだとか商品のコンセプトとかストーリーを語ると、あ、この会社良さそうだなとか、この商品美味しそうだなって思うことが多いわけですね。まあどんどんそのやっぱり高価格帯の商品っていうのは、そこら辺のストーリーだとか説明に結構やっぱりお金をかけてますよね。ミシュランで星付きのお店に何度か行ったことがあるんですけど、やっぱりミシュラン星付きのお店の方が一品一品の料理の説明っていうのは長いですね。料理のなんていうかな、メニューの名前も長いことが多いんですけど、それと一緒にそのスタッフの方が、これはやっぱりさっきのね那須高原のチーズの説明じゃないけど、原材料だとかその料理にを作った背景だとかね、シェフの出身地のなんちゃらでみたいな感じで、このワインととても合うんですよとかっていう説明が長いで、説明から、あ、美味しそうだなって思って実際に美味しいっていうことが多いですね。まあ、そんな感じで高級店ほどそうやって、人に予測させるっていうことをきっと、力を入れてるんじゃないかと思います。はい、いかがだったでしょうか。予想通りに不合理から、あなたの選択に影響を与える5つの力、行動経済学のポイントということでご紹介しました。振り返りましょう。1つ目、無料が持つ力。無料っていうのはめちゃくちゃ大きい。なぜかっていうと、自分が失敗する何かリスクがないからって思うからなんですね。けど実はやっぱりその初月無料みたいなね、最初の月は無料だけど後から普通にお金かかるよっていうところで、人間っていうのは初月無料の無料に引っかかりやすいっていう注意があります。2つ目、高価格が持つ力。人は高価格帯、値段が高いほどいいものなんじゃないかっていうふうに思います。だからこそですね、高価格帯の話は、はい、まあその自分が売る側であったら高価格戦略にして実際にいいものを提示する、いい商品を出すっていうのがビジネスとしては一番、まあ、スマートなやり方かなっていうところです。3つ目、決意表明が持つ力。自分で何か決意表明をした方が、引き伸ばす、ダラダラとやるっていう確率が下がります。決意表明をしましょう。4つ目、おとり選択肢が持つ力。人は一つのものに対していい悪いっていう判断をするのは難しいです。それに対して、A プラン B プランみたいな2つを用意して、明らかに A の方がいいだろうっていうふうに見せておくと、いや A の方がいいよねっていうふうに判断がつきやすい。これ実は仕事で上司に何か提案を持っていくときにも使える戦略になってきます、おとり選択肢。5つ目、予測の力ですね。人は予測をする生き物です。だからこそそうだな、メニューをね、より具体的に説明をするだとか、そういうところで予測させることによってより良いものに見せるっていう効果があります。はい、いかがでしたでしょうか。行動経済学を学んでいる人、今回ねこのポイント学べたと思うんですけれども、このあたりのテクニックを駆使して学んでいる人っていうのは、私たちに行動をある意味させているわけですね。マーケティングとか学んでる人は絶対この行動経済学を学んで
値段だとかを設定しています。つまりあなたは操られている可能性があるわけですね。だからこそこの操られない、騙されないためには学ぶ必要があるわけです。行動経済学学んでいきましょう。今回ねこのベストセラー、予想通りに不合理を読んだわけですけれども、結構内容かぶってぜひセットで読んでもらいたいのが影響力の武器っていうまた大ベストセラーになっています。基本でも紹介しているのでぜひセットで見てください。行動経済学を自分のものにすることができます。この予想通りに不合理の中には実はこのほか性的興奮をしている時の方がリスクが高い行動を取りやすいとかっていうそんなデータもあって、これ面白い実験も紹介されています。実験方法がとっても面白いので気になる方はぜひぜひ本書を読んでみてください。はい、いかがでしたでしょうか。こんな感じで聞く本ではビジネス書を分かりやすく解説しています。まあね、行動経済学はビジネスをやる上で、絶対必要な概念だと思うし、まあ、サラリーマンとしても働く上でね、さっきの、A プラン B プラン持ってくとかね、おとり選択肢の話だとか、あとは何か商品を売るときに価格設定をするときとかね、絶対役に立つ話なので、ぜひ覚えておいて損はないです。こんな感じで、ビジネス書を、ね、紹介してますので、勉強好きな方、本が好きな方はぜひぜひ、聞く本で一緒に勉強していきましょう。コメントとかもお待ちしております。チャンネル登録してもらえるととっても嬉しいです。いつもありがとうございます。それではまたお会いしましょう。聞く本がお届けしました。ありがとうございました。